バースイル・アッサドは、シリア人のエンジニア、軍人、政治家。シリアアラブ共和国の元大統領ハーフィズ・アッサドの長男であり、現シリア大統領バッシャール・アッサドの兄である。1984年以後、ハーフィズの後継者として、最も有力視されていたが、1994年に自動車の事故により亡くなった。なお、という名前は、定冠詞を省略せず、 フスハー風にかな転写する場合、バースイコールルイコールアサドなどと転写する。同じく定冠詞を省略せずアンミーや、レバント方言風にかな転写する場合、バーセルイコールルイコールアサドなどと転写する。英語と、ラテン文字の文献は、バッセルあるアサッドの表記が多いが、バジル表記もある。没後は、巡視者バースイルと呼ばれた。 アサド家、1970年代バースイルアサドは1962年3月23日に生まれた土木技師として経験と学識を積み軍事学の分野で PhD を取得した。私たち兄弟は家で父には会いましたが父はとても忙しかったので3日間父と全く言葉を交わさないということもよくありました。私たちは 朝食や夕食を父と一緒に食べたことがありません。昼食なら1、2回は家族として一緒に食べたことがあるかもしれませんが、よく覚えていません。多分それは国務省が関与しているでしょう。夏になると必ず家族でラーザキー屋へ行き、1、2日、そこで過ごしましたが、その時でさえも父は事務室で長時間仕事をし、私たちと顔を合わす時間は少なかったですね。 バッセルあるア,アサッド、1988年に、ジャーナリストのパトリック・シールのインタビューに答えたもの。バースイル・アッサドは、シリア陸軍に入隊後、特殊部隊に配属され、空挺兵になるための訓練を受けた。その後、ソ連軍事アカデミーでも訓練を受け、気構師団に入団した。目覚ましい昇進ですぐに少佐になり、さらに共和国防衛隊の一部隊の隊長になった。 大病を患った父のハーフィズが1984年に復帰するとバースイルは父に付き添うようになった。もともとはバースイルのおじのリファート・アリー・アサドがハーフィズの後継者として選ばれていたがリファートは1984年にハーフィズが心臓病で一時意識不明になっていた間に政権脱出を試みそして失敗したため国外追放になった。この事件以来 バースイルに帝王学が授けられるようになった。バースイルは1987年にはシリア国内で広くその名が知られるようになった。この年、彼は障害飛び越しの馬術選手として大会に出場し、いくつかのメダルを獲得した。バースイルの見事な馬さばきをシリアバース島の機関士は商用し、バースイルを黄金の騎士と呼んだ。バースイルは、また、 車好きでも知られ、友人たちにはカリスマと指導力があると言われていた。バースイル・アッサドはすぐに大統領保安室の室長に任命された。1989年にはシリアコンピュータ・ソサイティの立ち上げも行っている。この組織は後に弟のバッシャー・アールが会長に就任することになる。ハーフィズは1990年代前半にバースイルを シリアの次期大統領に据えるべく、主事の努力を払った。例えば、1991年の大統領選で、ハーフィズが再選に成功すると、大統領は新聞などで、アブー・バースイルの組屋で呼ばれるようになった。また、ハーフィズは息子を、サウジアラビア国王ハフ,ファドやヨルダン国王フセインなど、アラブや欧州の政治指導者に引き合わせた。バースイルは、 ヨルダン国王府セインの息子たちと非常に親しい間柄になったバースイル・アサドは、レバノンの諸問題に重要な役割を担い、レバノンのすべてのセクトに顔を覚えられるようになった。また、政府内の汚職を一掃するキャンペーンへの取り組みが大々的に報道されたり、国軍への政府の影響力を示すためのレセプションに、軍服を着て出席したことが頻繁に報道されたりした。 バースイル、アサドバースイルアサドはフランス語とロシア語を流暢に話せたと言われている。アメリカの外交予行伝から漏洩した情報によると彼はレバノン人女性シーホム・アセリーと親密であったとされる。アセリーは後にレバノン人ジャーナリストで議員にもなったジブラーン・トゥエニーと結婚した女性である。元 CIA 長官のマイケル・ヘイデンは小説 ゴッドファーザーの登場人物ソニーにバースイルをなぞらえて次のように述べた。婚姻と助け合いの絆によって固く結ばれているマフルーフ家と共にアサド家がシリアを支配する中で彼らがたびたび犯罪に手を染め残忍な諸行を犯していることは疑いもない1993年に馬術競技におけるバースイルアサドのライバルであったアドナーンカサルという選手が突然逮捕され 裁判等を十分に受けることなく刑務所へ送られた。容疑は爆発物所持であった。カサルは前年の馬術大会でバースイルよりも高得点を得て優勝していた。カサルは21年後の2014年に解放された。1994年1月21日の早朝、バースイル・アサドはメルセデス・ベンツを運転して空港への道を急いでいたところ、 高速道路上のラウンドアバウトに衝突して事故死した。ドイツ行きの航空機に乗るため、ダマスカス国際空港へ向かう途中であり、衝突当時は道路上に霧がかかっていた。バースイルはシートベルトを装着しておらず、即死だった。メルセデスにはハーフィズマフルーフが同乗しており、怪我をしたため病院で手当てを受けた。後ろの席に運転手も乗っていたが、無傷だった。 バースイル・アサドの遺体は、アサド大学病院に運び込まれ、後に、カルダー派に埋葬された。バースイルの霊病には、後に、父ハーフィズも埋葬されることになる。バースイル・アサドの事故死を受けて、シリア中の商店や、学校や政府機関が3日間、もに服すため、休みになった。高級ホテルでは、アルコールの販売が自粛された。バースイルは、国により、 国と国家のシャヒード、若者のシンボルとして扱われた。個人を検証するため、たくさんの通りや広場の名前に、バースイルと付けられた。新しいスイミングプール、病院、スポーツクラブ、軍事アカデミーの名前にも用いられた。地中海に面したラーザキーヤの空港も、バースイル・アルアサド国際空港と名付けられた。21世紀現在でも、シリアの各所でバースイルの銅像や、 父と弟と一緒に描かれた看板を見ることができる。バースイル・アサドが亡くなったことにより、兄ほどには知名度が高くなかった弟のバッシャール・アサドが次期大統領に有力と目されるようになった。バッシャールは当時、ロンドンで眼界になるため研さを積んでいるところであった。バッシャールは父の死後、2000年6月10日に大統領に就任した。 バースイールの知名度は円滑な権力移行を確かなものにした。ハーヒズが亡くなった後、バースイールは0時、バッシャールは未来といったスローガンが使用された。ありがとうございます。